今日は、素敵な予言のマジックをご覧に入れましょう。こちらにボードがあります。1、2、3と書いてありますが、何も書いてありません、今のところ。これからお客さんに3つの質問をします。それをこちらに予言として私が初めに書いておきます。いいですね。まずこちらです。はい、書きました。好きな花の名前、何でもいいです。ちょっと言ってください。桜。桜。はい、もうお花見終わってますけどね。桜。じゃあ次です。ちょっと待ってくださいね。はい、書きました。好きな動物、なんか。犬。犬。犬と。はい。次はですね、ちょっと待ってくださいね。私が書きますから。はい。もう書き終わりました。お好きな数字を言っていただけます？57。はい。51ね。ああ、ごめんなさい。7か。ごめんなさいね。ちょっと待ってね。50？57。はい。いいですね。最初は桜。ですけど、私の方が先に書いたんです。いいですね。お客さんが桜って言うだろうと思って、桜。犬って言うと思って、犬。57。57。見事に当たっております。これが予言マジックです。